皆さんこんにちは。 YouTube で SOIF の公式生配信の配信予定が出てたんですけど、これ今年の9月16日にやるみたいなんですよ、20時から。でこの第47回初の2回総分同時公開来るらしいですよ。やばくないですか？次に来るで、ね、新回想を、もしかして一気に2回総分来るの？それか、なんかあの2回総分公開する、いやでも公開するってことは同時に来るよね。やばくないですか？最近オーダーで突闇とか突性のスキルが来てたりしてたんですけど、で91層ストーリークリアの報酬があのティフォンで突闇のスキルだったんで、次の階層突闇が弱点の来るのかとか言ってたけど、2階層分ですよ。やばくないですか？2階層初って書いてるよ。俺最高階層27層の時に始めたんですけど、俺その前の時代知らないですけど、それでも初の2階層分やべえよマジで、どういうことやねんっていう。近日追加予定って書いてあるんで、もしかしたらもうすぐてか、もしかしたらっていうか多分2階層分来ますよね。いやまあ同時公開っていうだけで1階層2階層分少しずつ出してくるのか知らんけど、こう同時に、ね、2階層分見してくれるっていうのは本当ね嬉しいですね。でまあ前々回のウィークエンド IF であの91層がなんか出てるっていうのを匂わせる発言があったんですけど、まあ91層すぐ出たんです、すぐっていうか最近出たんですけど、それくらい前の段階で先の階層の開発が進んでるっていうことは、やっぱこれ2階層分できちゃうくらいなんですね。本当にやっぱ階層更新の開発を多分優先してたと思うんで、これ実現できたんだと思うんですけど、本当運営開発陣の皆様本当お疲れ様です。本当いつもねありがとうございます。マジで嬉しいです。本当に開発陣の皆さん本当応援してます。頑張ってください。いつもありがとうございます。以上です。